コード、ブレイカーは、上条名法による日本の漫画作品。2008年28号から2013年33号まで、週刊少年マガジンにおいて連載。話数表示は、コード。異能と呼ばれる、特殊能力により、悪を滅する、もの、コード、ブレイカーたちの戦いを描く。タイトルの、フェーズという文字について、作者は、ファイではなく例。 ただし王でもよい、と語っている。2011年9月、マガジン市上にて、連載150回とともにテレビアニメ化が発表され、2012年10月から12月にかけて放送された。輝きのゾム高校に通う桜、長寿桜は、ある夜公園で手から青い炎を発し、人を燃え散らす少年の姿を目撃。翌日、 炎の真相を探る桜の前に転校生として現れた昨夜の少年、大宮霊の動向を追いかけるうち、桜は方では裁ききれない悪を裁く悪、コード、ブレーカーの存在を知る。大宮の殺人を止めようとする桜は、コード、ブレーカーの戦いに深く関わっていくこととなる。コード、ブレーカーコード、ネームウェデンで、コードブレーカーの上に立つ4人の異能者。 コードブレーカー以上の権限を与えられており、皆それぞれが自分の正義のためには犠牲をっとわないものである。エデンから独自に訓練を受けており、潜入技術は、リ、コードのメンバーや幼馴染みたちも気づかれないほど高度なもの。12月32日の再発を防ぐために例と桜の抹殺を第一としていたが、それと同時に、 人種の来襲に備え彼らに対抗種る異能者であるコードブレーカーたちを鍛える役目を担っており、異能者を人種の脅威から守ることを正義としていた。四血エデンの関係者リコドその他エデンから天使の隠語で恐れられる存在。12月32日にも関わっている。異能者に敵対する人種は名前が判明しておらず例が子供の頃につけたあだ名で呼ばれる。天使名前は 各自、外見から付けられた歌唱。この名前を付けたのは、幼い頃の霊。また、霊や桜とは幼い頃に面識がある。桜工事や2012年10月より、MBS、東京 MX、テレビ愛知、TVQ、九州放送、BS11 にて放送された。キネマシトラスにとっては30分枠で、初の単独制作かつ原作付き作品となる。 ストーリーは原作をベースとしつつも、大見以外のコード、ブレイカーの登場を早めたり一部のエピソードや、登場人物を改編、削除するなど、独自の描写を多く取り入れている。また、サムライディーパー京都、同じく、テレビアニメ化の際の改編によって、東京の名所が最終決戦の地となった。原作単行本、第22巻第24巻の限定版に、 同梱された OVA。テレビアニメ版とは違って、喜劇調に描かれる短編集であり、その本編で抑えられていたお色気要素も盛り込まれている。ラジオコード、ブレーカー、目には目を、歯には歯を、ラジオにはラジオをは、響きラジオステーションと、音線で2012年9月26日より、各週水曜日配信中のラジオ番組。パーソナリティは、岡本信彦。 鈴村健一。NEC ビッグローブのスマートフォン向けアプリのカードコレクションゲーム、嫁これに参加している。取り下ろしボイスが用意されている。講段社コミックプラス以下の出展は、講段社コミックプラス内のページ。書誌情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。